ありがとね、隊長。せっかくのお休みなのに手伝ってもらっちゃって。私としては、まず何よりも徳島の良さを東京の人たちにも知ってもらいたいからね。最初は美味しい食べ物とかを出して、そのあたりから興味を持ってもらえたらいいかなって思ってたんだけど。そうなんだよね。生物はどうしても時間がかかりすぎて傷んじゃうかな。お魚とかも美味しいから、ぜひ味わってほしいんだけど。その場で食べてもらう分にはギリギリとかかな。日持ちしないのも多いから、お菓子だけだと厳しいかも。それはいろいろあるかな。けどやっぱり現地の材料じゃないと味が変わっちゃうんだよね。理想は観光に来てくれたりすることなんだけど。そこは私が自分の懐から出すから心配ご無用。八鹿家にいた頃にもらった分が結構あるんだよね。だから隊長は手伝ってくれるだけで十分だよ。そこはどうしてもそうなっちゃうよね。汽車とか船より早い輸送手段があればいいんだけど。隊長のおかげでいろいろ確認もできたし、はかどったな。この調子で本番もうまくいくといいんだけど。だね。あ、筆が。いやいや、大丈夫って。あ、トト、ごめんごめん、手が当たっちゃったね。あ、いや、なんでもないよ。気づいたら結構時間経ってたみたいだね。ちょっと休憩しよっか。ありがとう。と大丈夫？隊長。じゃあ隊長は休んでてよ。お茶は私が持ってくるからさ。